At one point, I thought I want to see real appearance of me. I haven't seen it yet. Me inside of me. What exactly do I look like it? If I went slow this tunnel to the other side, I thought that I'm sure could meet real me. And now I finally got here. ご来館誠にありがとうございます。この束の間、皆様の疲れた心が癒されますよう、スタッフ一同、心よりお祈りいたします。開催中。こんにちは。当美術館主任キュレーターのビオです。今日ご紹介するのは、こちらのちょっと奇妙な絵です。描かれたのは1918年頃と推定されています。この絵について分かっているのは、詩のような題と呼ばれる長いタイトルと、その詩のような題の内容から、この絵が作者の内面の姿を描いた絵だろうということだけです。皆さんは自分の本当の姿を知っていますか？もしも自分の本当の姿がこんな風だったらどうでしょう？でもこの絵の作者は、この奇妙に絡まり合った自分の姿から目が離せなくなってしまったようです。さて、この後ご覧いただくのは、この絵に詩と音楽を組み合わせた動画です。映像と音楽のコラボレーションをお楽しみください。それではどうぞごゆっくりご覧ください。
当の私は、私の中の私は、私の中にあって、その中でも一番私である私は、こんな姿をしています。何年もかけて、ようやく見つけ出しました。それは、望んでいる姿ではなかったけれど、それは、こんな風に絡まり合って、こんな風に薄気味悪くて、こんな風に寂しそうな姿であったのだけれど、それが私の心の中心で、一人ポツンと立っているのを見つけ出したその時から、私は一瞬たりとも目を離さずに、それを見つめ続けているのです。きっともう二度とそこから目を離すことはないでしょう。だって私は全てのものをそれを通して見てきたのですから。
皆さん、ご視聴ありがとうございます。当バーチャル美術館の主任キュレーターピオです。今回はこのバーチャル美術館についてご紹介いたします。このバーチャル美術館はインターネット上の砂漠の中に浮かんでは消える幻のミュージアムです。この動画をご覧になっている皆さんはもうそのパラレルワールドの中にいます。当館は普段はアナザーワールドと呼ばれる異現実の世界にありますが、時々ネット砂漠に蜃気楼のように浮かび上がることがあります。つまり今皆さんが見ているこの動画も実は幻なのです。どうしてこのようなバーチャル美術館が存在し運営されるようになったのかは今のところ謎です。今言えることはリアルワールドとアナザーワールドの2つの世界から回収され、当館に持ち込まれ続けている共通した特徴のある絵があり、それらの絵を回収して当館に持ち込んだ人物は全てその後消息を絶っているということです。そんなわけですから、この美術館の創設者や設立の経緯はほとんど明かされていません。そのためこれ以上詳しい説明はできません。でも私と当館のスタッフは皆さんの心がこの果てしなく自由な空間で限りなく癒されることを心から願っています。皆さん、これからもピオとバーチャル美術館をどうぞよろしくお願いいたします。